どうも、タグちゃんです。今回この動画を見ていただいた方、本当にありがとうございます。まず今回僕自身の問題ではなくて、とある視聴者様からの DM でこの動画を撮ることになりました。最後まで見ていただけたら嬉しいです。1週間ほど前、とある視聴者様からこちらの DM が来ました。そちらに書かれていたのが、私は余命3ヶ月です。余命3ヶ月というドッキリをメンバーにかけてください。これを見た時に僕自身すぐにでも撮りたい。そういうふうに思いました。こちらの方は勇気を振り絞って言ってくれました。実は私は白血病と戦っています。3度目の再発を経験し、現在も白血病と戦っている。3度目となると寛解する可能性は極めて低く、治療は拒否しました。そのように書かれていました。年は越せないだろうと、そう言われたそうです。メンバーのことを信頼している部分があり、絶対にその子の勇気や希望になる言葉をメンバーが言ってくれると思うので、こちらの動画絶対に賛否両論たくさんあると思います。他の余命宣告されている方々に迷惑だろう、その人の気持ちのことをどう思っているんだ、そういうコメントは来るのは重々承知でございます。ですが僕はこの方に向けて、そして少しでも何かに苦しまれている方の夢や希望になればいいかなと思い、この動画撮らせていただきます。そしてこの動画の最後にメンバーみんなにも言うんですけども、こちらの子に今回会いに行きます。これは僕自身が勝手に判断したことなので、まだメンバーに話してみないとわからないのですが、この子の夢を叶えてあげようと思いましたので、また後日そちらの動画も上がると思いますのでご覧ください。モード入らんところ、ちょっとその子から聞いた分をそのままちょっとやっていきたいと思います。はい、お疲れ。お疲れ。もうついでな。ほら、おい、どうやったん病院。ほんま、どうやったん。送ってもらった。正直ちょっとやばいよ。ちょ、お前こんなとこいた。お前へこいた。へこいた。くっさ、お前なめてんな、マジ。もうガチくっさ、ほんまに。俺の正規の一線に付き合って。ちょ、ガチで俺話あんねんけど、やってちょ、いいって、マジでいいやん。マジで、もうほんまに上がってた。ほんまに余命3ヶ月って言われた。余命3ヶ月って言われた。これほんまに。マジで。だからちょ、マジで座ってほしい。ガチで聞いてほしい。何がえ、ほんまに言ってるな。じゃもう嘘って思うやろと思うねんけど、これほんまにガチで。だからそっち座ってほしい。何がマジで。全然いいわ。どういうこと。え、今日ほんまに言われた先生。さっき俺病院行ってきて言っとったやん、俺病院行くって。今日さ、パクと一緒に部屋で編集してるやん。急にこいつさ、マジで何もないけどいきなり倒れやがって。焦るやん普通に。今日俺が倒れて、そこでセッキーがお前行ってこいって言ってくれて。言うやろ。でもお前らにはまだ言いたくなかった。心配する。撮影で絶対支障来たすから。あ、え、これ言っていいやつか。いい、それはいいねんけど。で、俺最近ずっと鼻血が止まらんかった。なんでない。それが白血病やって。ほんまに。俺も正直今もうどうすればいいか分からなくて。めちゃ悔しい。俺だってだから YouTube をやめなんか。待ってステージで言うとどれぐらいなの。頑張って直そう。だから余命3ヶ月って言われた。もう無理って言われた。なんで入院はできへんの。入院は明日からすんねんけど、みんなに話さなあかんから、病院の先生にちょっとだけ時間くださいって言って、今みんなに伝えに来た。手術したら治るとかってないの。治らへん可能性が高いとは言われた。ゼロではないかもしれんけど。スイタ頑張れよ。ゼロじゃないよ。でも極めて低いって言われた。年越すのは厳しいって言われたから、みんなに伝えたくて。入院する前にみんなに話したいなと思って。正直今もめちゃくちゃしんどいねんけど。ありがとう言ってくれて。正味全然、多分俺も最初みんな何がないか全然分かってないけど、
俺はほんまに YouTube ごめんけどやめさせてもらうな。これはみんなに迷惑かかるから。落ち着くわ。多分みんな思ってるやろうけど、このことを多分誰一人迷惑やと思ってないと思うよ。俺らはさ、今 YouTube 始めて3年目で、で、やっとな、10万人超えて新たな目標できて、まあ一歩一歩前に進んで目標とか叶えていってるわけやんか。うん。その以前に俺らはさ、まあそういう仲間であり、友達であり、うん、大切な時間を共有する5人なわけで、今、多分めっちゃきつくて辛いと思うねんけど、でも俺はその別に今抜けてもいいと思ってる。まあでも、ごめん。もちろんその絶対療養は必要やと思うし、ただ俺らは、そのたくんは絶対戻ってくると思ってるから、俺らはそのたくんが戻ってきた時に最高の舞台に立てれるように、俺は全部準備してるし、だから安心して休んでくれて。それぐらい俺らはタクモのことが大切やし、失いたくない仲間やな。何があっても俺らはタクモに寄り添うって多分みんな口揃えて言えると思うよ。お前のことさ、昔から知ってるからこそさ、お前がどんな病気にかかろうともさ、その前が友達であることは絶対忘れんといてな。うん、一生友達やで。もちろん、それはもちろん。いえ、お前とずっとアホみたいな会話して帰ってた帰り道とかさ、あれは変わらんわけやん。中学の思い出もさ、小学校の思い出も、今までの思い出全部あるわけやん。うん。お前は、お前のままで いてな、ほんまに。忘れんといてな、俺ら友達であるってこと。いつでもついてるから。いやでも俺は絶対にもう YouTube 無理やねん。正直ごめん、やめる。ほんまにごめん。おい、泣くな、泣くなって。今日前もそんな弱腰になったら病気ももっと侵食してくるで。うん、頑張れ一緒に協力するしさ。でもな、正直お金もやばいね。そんなん全然俺らだってな、協力するな。うん、またおっかんとかにも迷惑かけるしさ。迷惑かからん。おお、人生最悪や。落ち着けって。まあ、落ち着けって。こんなとこで人生最悪だったとかじゃないって。仕方や。最高の人生にしようや。な、うん、なくなって。前の子ありがとう、ごめんな。なんかちょっとでも勇気出た。ごめん、時間かね。全然いい。家族には言ったの？もちろん、おかんと言ってきた。もうまず鼻血とか出てることはもう最近言っとったから。ごめん、ほんまにありがとう。でも、もう生きる期間は少ないわ、俺はもう。正直もう明日死ぬかもしれんし、それは分からへんから、だからもう今すぐにでも伝えたいと思って来た。じゃあそれなんて今やれることみんなでやれ。分かった、3ヶ月後に始めて立てる。一日一日戦おう、それはもう毎日。ゴリ渋いこと言うやん。毎日戦おう、それは。で、3ヶ月後タグマが大丈夫やったらもう1ヶ月ずつ伸ばしていくねん。それええな。一日一日戦ったで。いや、もう戦うつもりではいいねんけど、もう正直もうメンタル的にももうきついね。もう今すぐにでも、もう死んでもいいかなっていうのはある。遊ぶ約束だったら頑張りたい、たぶん。お前のさ、しんどささ、俺らにも分けてくれよ。ちょっとくらいくれよ、お前。何のためお前、お前。ありがとう。別に言うとくけど、病気やからとか、全然関係ない。俺らの関わり方とか、付き合い方全然変わらんからな。特別扱いもせえへんし。今までのお前との付き合い方とこのまま続いていくと思ってな。もう筋トレ毎日入るよ、ちゃんと。それは多分勝てるな。うん、病気に勝てんね。うん、いやもうそういう感じじゃないの。やっと克服しました、アブローラーで行こうよ。ほんまに。ほんまに。
無理、もう絶対 YouTube どころじゃないねんって。だからもう俺なんてほっといてくれ。ほっとけれへんてな。今は辛いな。その問題解決するための俺ら5人やし、うん、辛いことがあっても、うん、俺は多分そばにいるよ。余命宣告されて克服したい人はおるやん。その人そんなおらんって絶対おるねんて。だからそこで諦めたらあかんて。一緒に頑張ろうや。一緒に戦おうぜ、うん、じゃとりあえずちょっとごめん、一旦トイレだけ行っていい？いや、どうするか。マジメンタルだ。どんな状況になっても俺らはいつも通り接してあげて、何かあったら対応するだけ。あいつと一緒に夢を追いかけるのは変わらへんと思うよ。長野コンゴだからどっか行ってめっちゃ来たわ。いつの前に泣いたあれやで。絶対見せたらあかん。ほんまにせんな。俺でもさ、あいつばかりの YouTube 始めたってやるからさ。そうやな。マジでいつも通り接するか分からへん俺。そこは頑張らなかった。そうやね。俺も俺あいつの親とかも知ってるやん。俺ら早く会ってきた人らも知ってるわけやさ。あいつがどうやったら苦しみとかさ、そういうの少しでも和らげたらさ、うん、ええわけやん。それ意識してまうよな。それしたら向こうも感じてまうやろな。だから普通にいつも通りではいいと思う。でそんな簡単にいかんって絶対。せやで、だって俺に対しては、俺に関してはさ、今一回おちょくってんのにさ、おちょくれる？それでいいね。おちょくるのでいいと思う。逆にそれが多分タコの彼氏も嬉しいと思うな。動画次ついたら、うん、落としてときゃなくて。大丈夫か？うん、もうなってよ。もう切り替えるしかない。頑張るしかない。頑張ろう。でもね、これな、これほんまにごめん、みんな検証です。ドッキリとかではない、検証です。いや、ドッキリや。いや、ドッキリって言い方は良くないな。何の検証？違う、でもな、これには理由があんね。俺これガチでちょっとほんまにそのこの気持ちになって泣きそうになってるんけど、なんか結構ガチな感じなんだ。俺自身の問題じゃないねん。ちょっとごめん。だから一旦そく座ってほしい。どういうことと？だから今から話す。あ、結構決めてんねん。ごめんごめん。いやと思うで。その、まず DM でな。俺のところに一個メッセージが来て。さっき言った状況の女の子が、ほんまに生きる希望もなくて、でも、キングジョージの動画見て救われましたって、そう、DM 来てんな。んで、一つお願いがあります。もしよかったら、余命3ヶ月ドッキリをメンバーみんなにかけてほしいですっていう、その子からのメッセージに書いてあって、俺もそれ見た瞬間絶対取ってあげようと思ってんの。もう周りに何言われようが、アンチされようが、そんな絶対言われるに決まってるやん。正直こんな反応なのも分かってたし、その子の気持ちになったらほんまにこれを絶対取りたいっていうふうに思ってて、だから今回このドッキリというか、もうほんまにその子の願いを叶えてあげたいっていうのでやらせてもらった。ほんまにごめん、それはほんまにごめん。だからそこは理解してほしい。ほんまになんか気持ちを持って遊んだっていうわけではないっていうのは、ごめん。ほんまにごめん。で一個、そのもう一個、その子の願いっていうか、これはお願いではなかったんけど、俺らでその子に会いに行かんかなと思ってる。ほんまに吉野の子やねんな。うん、だめ、ね、で俺らの動画見てほんまに今生きれてますって言ってくれて、だからみんなで会いに行こう。じゃあ病院側とかどう？あ、もう全部聞いてる。
病院の先生も OK もらってるんで、注意事項とかも全部教えてもらってで、だからあさってみんなでちょっと一日、あさってだから一日空けといてって言ったよ。みんなでちょっと会いに行きたいなと思ってから、まあ、藤間はちょっと多分午前中予定あるから、どうもみんなそれに関して行こう。病院側が OK 言ってるんだったら全然行く。だからまた注意事項とか共有させてもらうねんけど、ほんまに覚えてるかな、みんな半年ぐらい前にさ、福岡の白血病の子から DM 来たの覚えてる？覚えてる。で、俺ら動画作って送ったやん、うん、で、次の日に亡くなったやん、うん、俺、あれがほんまに悲しくてさ、もうそういう思いしたくないから、もう次はちゃんと会いたいなっていう気持ちがあってんな、その子と。だから、ほんまに明後日みんなで会いに行こう。行きましょう。ほんまにみんなごめん、心配させてごめん。だからこの3日間ぐらいのやつも全部、まあ一応演技にはなる。演技もありがとうございます、ほんまに。おぉ、こんにちは。こんにちは。今日何時に起きてる？ということで、道崎ちゃん乗ったし、行きますか。京都水族館行こうか。はいよ。